はい、今日はライン6の新しい卓、M20D の、僕のお気に入りの機能を紹介していきたいと思います。この卓は他の卓と違うところは、画面上で、楽器や歌など全部のアイコンをまず表示をさせて、それを、操っていくという作業が必要になります。なのでまずはそのアイコンを並べる作業をしていきたいと思います。まずはじゃあチャンネルにインプットをさせていきたいと思います。1番にキャノンをインプットすると、画面上で1番という指したチャンネルのアイコンが表示される状態になります。デフォルトだとマイクスタンドがここに表示されるので、これをこう触ると、これがもうステージ上で動く状態になりますね。まあ、例えばこれをセンターのボーカルと見立てて作業してみます。これで、右上のこのアイコンを触ると、ここで名前とアイコンを変更することができます。仮にここを、ボーカル、アイコンも分かりやすく人にしておきましょう。で、このサイズも変えることができます。やってる最中に、オペレートしてる最中に、これを触ることで、そのチャンネルに入ることができるので、触りやすいサイズ感、あまり小さいと触りにくかったりするので、適当なところにしておくとやりやすいかと思います。これで一つできました。じゃあ次にもう一つ、これを楽器と想定して2番に指します。2番表示されました。じゃあこれをギターとしておきましょう。アイコンも楽器の場合はここのカテゴリーの欄からいろんなカテゴリーが選べます。例えばドラムだったりベースだったり、ここではギターでアコースティックギターにしましょう。アイコンのリサイズをして、これでインプットが2つできた状態になります。次にアウトプット、モニターアウトの A に指します。と、これでモニターが表示されます。この状態でモニターの名前も変えることができるので、例えばフットとしておいて真ん中に置いておくと、大体これがステージ上の見立てと一緒にしておくと、何かあった時も触りやすい、エディットしやすい状態になっていると思います。あとはメインアウトですね。メインアウト、今仮に L ちゃん L を指すと、ここが光りましたけど、これで刺した状態でメインが生きる状態になっていく感じです。じゃあ次にさっき作ったチャンネルのレイアウトを変えていきたいと思います。はい、さっき作ったチャンネルに加えて、ドラムのキック、スネア、ハイハット、ベースアンプ、ピアノ、あとステレオ音源というものが仮にあると想定して、今チャンネルが何チャンネルか増えた状態になっています。この状態で、順番に1番から順番にボーカル、ギター、スネアと指していってるんですけども、今この下のチャンネルが、2×6 で12チャンネル分表示されるんですが、若干並びが分かりにくくなっている状態になってます。これを、まず並べ替えてみようと思います。順番として、じゃあまずはキックを最初に、まずチャンネル選ぶときはこのディスプレイ上をタッチするか、もしくはそれに対応した下のボタンをクリックすることでチャンネルを選ぶことができます。ちなみに楽器を触ることでも同じことができます。で、これを長押し、画面上で長押しするとドラッグ&ドラドロップができるというこの機能が非常に便利です。次にキック、スネア、ハイハット、
ボーカルを端っこに持ってきておきましょう。はい、こういうふうに並べておくと、オペレートするときに自分のやりやすい場所に、触りやすい場所に触りやすいチャンネルを置くことができるので、かなりオペレートがスムーズにやることができます。この面白いところが、通常のアナログタクだと、実際にオペレートするときにどういうふうな順番に並ぶか、本番のオペレートを想定してチャンネルの並びも、事前に回線を作っておかなきゃいけないんですけども、ラインシックスのこのタクの場合だと、それをする必要がまずなくなって、どんな順番であっても挿してから、プラグインしてから、自分の好きな順番に並べることができるので、自由度が高いですね。非常にオペレートするときの自由度が高くなるっていうのがこの機能の便利なところだと思います。あと同様に、それのオペレートをもっと早くするために便利なのがグループの機能で、今使われているのが緑で表示されているところ、青いのがフット、モニターのチャンネルになるんですが、空いているチャンネルが3つあって、空いているブラックアウトしているチャンネルをダブルクリックするとグループを作ることができます。でグループアサインするのは表示されている楽器をそのまま触るだけなので、仮にここ例えば楽器のミックスにしておきましょう。触るだけでチャンネルアサインができるので、ここを例えばインストゥルメントで OK すると、仮にすべてをゼロ一まで上げておくと、インスト一つで全部の楽器のレベルが変わる状態ですね。こういう機能になってます。次に、このタクの音色を変えていくときのツイーク機能を触ってみたいと思います。じゃあツイーク機能に入りたいと思います。ここでは、音の変化が分かりやすいように音源を流しながら触っていきたいと思います。ツイーク機能に入るときは、ここのメニュー切り替えボタンの2つ目のツイークに入ります。ここに入るとパンチ、トーン、グローバルエフェクスと3つ操作する場所があるんですが、まず最初分かりやすいトーン、ここは EQ になってます。最初画面入るとこれはクイックツイークモードというモードになってまして、X 軸 Y 軸で音色の切り替えができるような状態になっています。例えばここで明るい状況ブライトのところに持っていくと、状態でディープツイークモードに入るとこういうふうに実際にどういう EQ がされているかというのが分かる状態になっています。なので僕がよくやる使い方だと、大体自分の欲しい音色を探った後にディープツイークモードでそれを微調整するという使い方が実用的でかなり使いやすいのではないかと思います。例えばこの状態で次はパンチ、これが、コンプレッサーを司るんですが、このようにパンチを強くする、これも自分の気持ちがいいところを探って、そこからディープツイークに入ると結構分かりやすくビートが出ていると思います。
最後にグローバルフレックス、ここでリバーブをかけることができるんですが、アマウントで上げていくとフレックスがかかる状態。この状態でフレックスへのシーク、これもいい状態のところを探ってからディープツイークモードに入ると、これも細かいビートができるようになっています。リバーブも目で見た感じで、例えばこうやってディケイの長さを目で見て長くなっているのか短くなっているのか、フリーディレイの長さも今どのあたりにいるのかっていうのがすごく分かりやすいので、視認性が高いと思います。